あ、そう、双葉は何かやりたいことが見つかって卒業するわけじゃないからみんな、じゃあどうしてもやりたいことがあってもうそれ一筋でやるから VTuber を卒業したとかそういうわけではないからうん、目標だってだってさ目標できたとしてさ VTuber やりながらさできる目標だったらさなんでやめたんだってなるでしょでも目標、そのどうしてもやりたいことのためにやめたとかではないけどやりたいことはたくさんあるやりたい、今後やりたいことはたくさんできた、はあ、ソロライブ、ソロイベントはさとても楽しかったしお姉さんとかもすごい嬉しかったし、ただもう北上双葉として VTuber として活動できなくなっちゃうのはすごい寂しいけど、いやみんなと一緒に過ごせた時間はとても大切に宝物です。本当にまさか満了まで過ごせると思わなかった満了だって急に生々しくなるような満了って卒業たまはみんなのこと大好きなんだけど、でもちょっとだけ嫌いになった時もあったちょっとだけ嫌いになった時もあった、まあ、これは誰が悪いとかもないんだけどなんか例えば双葉がうん他の人とコラボしたとしてそのコラボ相手のことを悪く言ったりするのは双葉絶対に好きじゃないからやめてほしかったそれくらいでもわかるよわかるから双葉まあそんなに双葉のことが好きだったんだよね怒っちゃった人たちをねってわかるからいいんだけどさいいんだけどね。それくらい好きでいてくれてありがとう。でも別に、うん。別に双葉には迷惑じゃないけど、誰かを悲しませることをしちゃダメだから。これからね、別の星が。ねえ、どこまで話せてたの？今日はめっちゃ切れる日でした。どこまでさ、聞こえてた？ただいま。最後まで回線ちゃんと相性が悪くてすまん。推しがのとこまで、これからも別の推しができると思うんだけどみんなにはそしたらね推しに迷惑をかけちゃダメなよって言ったでも嬉しかったよ双葉は嬉しい気持ちと
半々だってそれだけ双葉のこと好きにいてくれたってことだから。なんかもうなんか卒業したらさそうやってさみんなにさ怒ったりさみんなのコメントで笑ったりとかもなくなっちゃうからすごい寂しいけどすごい寂しいけど今日までずっと応援してくれてありがとうございました。でもね、まだね、あるんだ。双葉さ、配信終わったらさ、イルフはドリーミーの MV 上がるから。まだ終わりじゃないの、実は。鼻水すすりまくりですみません。いや、こんなの、泣いてないけど、こんなに目から鼻水が滝のように流れてくると思わなかった。それくらい。それくらい楽しかったです。楽しかったしもうみんなと会うことが日常になってたのでもう会えなくなるのはすごい寂しいけどあ、なんかなんかポロンってマネージャーからマネージャーから来た、大丈夫だよってあの卒業発表してからツイッターとか見てて、あ、双葉卒業するの間違えちゃったかなって思ったんだけど、それくらい悲しませてしまったから、てか双葉笑顔で終わることできないよでも楽しかったからの選択に自信を持つ。そうだね、持ちますくよくよしてたらみんなも悲しんじゃう気がするので、3年間ありがとうございました。とっても楽しかったです。こんなにたくさんの人に応援していただけるなんて思ってもみませんでした。もうこういう機会はないかもしれないので今までのことを思い出したりしてうう、ひとまんは VTuber だったんだぞと自信を、自信になるかな自分に言い聞かせる。楽しかった。もうさ、 VTuber なんて経験したらさ、もう何でもできちゃうよねありがとうございました。とっても楽しかったです。はあ、みんなも元気でいてください。双葉もずっと元気でいきます。それでは、そろそろ終わります。この後、ゆるふわドリーミー聞いてください。それでは、もう時間なので終わります。
幸せになってね。じゃあね。おやすみ。バイバイ。